スイートアレーです。リオナエマエムサーチマスミーなっちゃんです。始まりました、水曜日チャンネル。イエーイ。今日は富士サファリパークに来てます。見て、なんと富士がめっちゃ映ってますよ。他の撮影珍しいよな。はい、4月6日に霞が卒業校を控えているということ で、はい、で今日はあの1泊2日でなんと卒業旅行に来ました。これは何、霞が場所決めたの？みんなで決めたけど、私富士サファリパークのあのあれに乗りたかったんですよ。あれね、あれね、あとで乗るあれね。お腹すいた、ね、そうそう。とりあえず食べよく、どっかで、とりあえず動物園先に、はい、じゃあまあ今日はゆるっと、まあ、卒業旅行なので楽しんでいきましょう。はい、せーの、一緒だーね。カチューシャ売ってないの？カチューシャ売ってないの？カチューシャあるよ。今選んでもらってます。あ、これもいいです。スイアレのファッションリーダー、一番目離れてシマウマにしようぜ。離れ目選手権しよう。え、リオナじゃね。おい、じゃん。キリンめっちゃ可愛いけどね。でかくない？わかんない。ね、それ決まってる。みんなそれぞれ決まったということで見せて、はい、じゃーん。勝った人が買ってあげる。そう、女着じゃんけん。女着じゃんけん。女着じゃんけん。なんかいい声で言ってたら。じゃあ行きます。はい、女着じゃんけんほい、アイコでしょ、アイコでしょ。買ってあげますわ。霞の分買ってあげました。え、似合うよ。いいよ、ほら2期生あ食べられます。似合うね。このまま絶対嫌だ。似合う似合う。あのさ、脱いでまとまろう。ちょっとちょっと、あ、やばい、おいおい、前のやつら耳流しが一人ハブ、一人ハブ。横向いて、後ろ向いたら今日はこれをつけてサファリ楽しみましょう。ご飯食べよう。いただきます。ケチランキング1位2位が一番高いの頼んでます。ほらケチじゃない。値段とか別に見てない。贅沢したいって時だからこそ、なんかいっちゃいいやつ。これが現れてる。現れてる。甘口。あやなも甘口なった。甘口です。これ今からふれあい牧場に行きまーす。行くよー。なんで？確かに。みんなバラバラで行くと、ほら、なんかしてる。あ、はい、チーズ。ふれあいパークです。シマウマがカピバラに餌あげてる。すごい。どう？いや、なんかさ、例え、例えて。お前本気みたい。レッサーパンダにも似てる。似てる。ちょっと遠すぎて。パンダ顔って言われるの。ね、奥のやつ今寝返り打ったよ。ほら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 。みんな寝返り打った。ほらほらほら。みんな寝返り打ち始めた。飛んでよ。え、見た見た。あいつのそこにいくらい見た。めっちゃ撮ってる。やばい、カンガルー撮りすぎて、もうほぼこれカンガルーの動画やだな。行くよ、お前ね。はい、行くよ。はい。おい、お前落とした。めっちゃ怖いんだけど。待って、一回出るかやって先。怖い、怖すぎる。ハリネズミじゃない。普通に行けばいい。わ、かわいい。待って、噛まないでね。大丈夫、大丈夫。かわいい。この子さ、ずっと食べてる。アリタン並みに遅い。かわいい。リオナだな、これは。このいつ。俺のものだ。俺のものだって言ってる。仕方ない、あげる。かわいい。あ、坂はバスで登った方が楽なんです。
ていきましょうか。はい、はい、うな、はい、うな、何ダイドラインの人にテクノイキが聞いてもらう、上がりー、ありがとう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 、上がりー、上がりー、やばい、そっからどうでもいい、もうね、うわはい、15分かけて片道ね、そう、夜のおやつパーティーの買い出しへやってきました、はい、うわー、めっちゃ重いこれ、重い、片手じゃ厳しいぐらい重い、でもメンバーのために買い出し来ました、こちらみんなが楽しんでほしいなと、はい、いや、そんな甘いこと言わんで、え、あれ、これベッド譲ってもらううのなしで、さっきの、はい、だってみんなこの間寝てるよ、そうですよ、ね、それぐらいしてもらおうね、してもらいましょうね、じゃあ15分かけて15分頑張るぞ、バイバーイ、バイバーイ、めっちゃ覚えてるのがティフの日、うん、なんかアリエさんとなんか初めて写真撮れたみたいな、ああ言ってた、なんか写真撮りましょうっていうのですらまだ緊張してたと、え、こんな時代があったんやな、覚えてる、あったんだよ、じゃあ何歳の頃かすみとの思い出だよ、あんたよく一緒にさ投稿してるよな、投稿、学校、学校かな、え、でも一緒に行ってるからさ、かすみがおらんかったらさ一人でさ行くわけやんか、なんかすごい寂しくなりそう、それでこそさ、最初私あれのって言っててさ、ね、いつからそうなってたの、違うよ、あなたと違 う, そう、遊ぶようになって、二人で行くようになって、あ、だいぶ前に遊んでたんだって、あ、そういうこと、お互いが行く人を取られたからあ、眠とさ、なんかそれ意外と仲いいの、なんか、だってお正月、年越し一緒にしてたよ、え、今年、あ、今年年越し一番最初に話した人しかも二人でジャンプしたから仲良くそうだよ、ね、物販隣で喋るから、あ、そうです、あ、なんか設定なさそうに、うん、確かに、あ、それはそう、ね、分かるって言い合ってる気がする、そう、そんな話してる時かすみもそうだと思ったって言われる、覚えてたら違うんだけど、めっちゃ覚えてるなって、うん、なんかワンちゃんの歌だし時にさ、目合わせるじゃん、まあ、3人ぐらいで大体目合うってやつやんか、かすみの目合うことが多くて、私ついてステージ上がすごいじゃんか、なんかそれってさ、そのまあ客観視はできないじゃん、うちら一緒に踊ってるからどうしても、うん、けど、なんかその一瞬でめっちゃ感じた気があって、なんのステージか、なんのステージ、新規場か、いつも合わせて、でいつもがバレてないとかじゃないの、わかるよ、あ、今日かすみやばいわ、感じ
ってる時があって、すごい写真機まで、なんか私めっちゃテンション低い時があって、なんか本当に嫌でる時があって、その時のライブ元気なかった、それにめっちゃ気づいて、今日元気なかったよね。あれあった、それ覚えてる。すごいよね、なんかいろいろさ、あれのことかすみって、なんか逆な部分も多いのにさ、なんかすり上げらしさ。確かに。すごいよ。まあやっぱ同期って大事だからね、それはうちらもさ、やっぱり分かるからさ、同期にしか分からないこともやっぱりあるからね。一人だったらどんな人か分かんないですよ、好きなので。寂しいけどね。でも、そういう人生も、その人の人生だったんじゃないかなっていうふうに考えるようにしたい。それこそ絶対7人っていうことにこだわってたいやけど、これも愛、一つの愛、一緒にいることだけが愛じゃないっていうか、その子のこと思うからこそ次も応援したいっていう気持ちが生まれました。かすりが辞めるっていうのを一番最初に聞いたのがメンバーの中では、そうだね、リオで、リオ大阪マンマンの時にかすりにさ、アプリシエイトの時にさ、そう、コンプシート出されてこうやってた、それはもうかすみと立つ最後のワンマンっていうのはやだ自分の中で思ってたから、やっぱかすみにサードワンマンの時はすごい無理させてるのも分かってたし、過酷やったやん。スイヤレってさ、ありがたいことにセカンド、ファースト、セカンド、サードって大きくなってってるやんか。だからこそワンマンが楽しみっていうか、頑張らないとみたいな、プレッシャー絶対大きくなってる、チャンスをもらえるからこそ絶対物にしなきゃみたいなのがあって、苦手な SNS とかもこうやってって、リオはリーダーの立場上鬼にして心を無理させたの分かったからこそ、大阪ワンマンはもう楽しいみたいなで終わってほしいなっていうのが自分の中での気持ちやったから、なんかそのリオがいろいろなんか考えてたよ、結構かすみに、まあ、そのワンマンとかきついのもやっぱり分かってるけど、分かりつつもやらなきゃいけないこともあるやんか。だからそのリオナが心を鬼にした立場にいるから、それこそ私とかフォローしてじゃないけど、そういう話とか聞くしてたよな、知った、電話してる。だってさ、まあ卒業公演はあるにしてもさ、本当にそれがかすみとの最後のステージとしてさ、こうやって集まるメンバーとして集まることも最高のわけよ。こういう話を聞いてやっと、そっか、なんか当たり前すぎてさ、書けるのが想像もつかないよね。でも卒業旅行は今日までじゃないし、明日もまだあるんでね。じゃあえいえいおー、現在の時刻9時になりました。今いるのは誰ですか？桜木かすみ、こちち、島田のつみ、碇彩菜。それでは3人でいただきます。はい、2日目はいちご狩りに来てます。イエーイ。ということでね、今ちょっとみんなで運動をねしてきたということで、そうもうお腹はそうやってきたよ、ペコペコ。2日目はイチゴ狩り楽しんでいきましょう。イエーイ。敷いても全部食らい尽くすぐらい食らい尽くす。大食いさ、え、何個食べたかじゃあ覚えといて。そうしよう。すぐ大食いするよ。しよう。レッツゴー。イチゴー。取った、大きい。え、もう食べていい？いいよ。いただきます。甘い？マジ？初いちご狩り。はい。あ、手だ。見て、でっか。うん。ああ、大きい。うん。でっかい食べにくい。美味しい？甘い。練乳か。感想。美味しい。美味しい？子供。失敗した。どうやって取るのだって。かわいそう。かわいそう。成長しないのに。かわいそう。ごめんね。いいよ。いただきます。食べて。いただきます。便利つけちゃった最初から。どう？でかっ。でかくない？甘い？いらない。いらない。マジ？うん。大きいの食べたい。大きいの食べて。ででん。いくよ。
ひねるの？おおそれだうまい。いやー美味しそう。いただきます。まずはそのままね。うん、めっちゃ甘い。甘い？うん、甘いの？え、やばい、想像以上すぎた。練乳いらん、本当に。でっか。練乳ないと私食べられないんですけど、いつもいちご。食べます、普通に。いただきます。バイバイ。おい！本当に甘い。え？本当に甘い。甘いよね。え、マジで甘いんですけど。え？じゃあそのままいただきます。はい。で、これこのままいった方がいいかもしれない。もしかして。うまいよね。え、練乳いらない本当に。え、ジューシー。ねえ、終わってる。なんか友達いない人みたい。生きてるで、なんかさ、こんなイチゴ好きさ。友達なんだ。いちご上がり終わりました。じゃあ何個食べたか発表。こちらから。予想は15個。予想？は22個。え？そうなんですか？うん。13個。あれ？17。おお。え、うち24個。リオ15個。入れてるの。おお。すげー。すごい。やっぱ。やっぱり。王です。次はね、大食い王はアリタンでした。すごい、なんで？じゃあこの後移動しましょう。イエーイ。来ました。これからアウトレット行きます。何かアウトレット、お揃いのもの欲しい。7人でアウトレットは向いてない。みんなそれぞれバラバラ。サーグハンダいただきです。もんちゃんよ。どれがいい？めっちゃこれ魅力的。おいしそう。いいね。靴を買いました。マイケルコースで。イエーイ。みんな。はい、ということで一泊二日の静岡旅行終わりました。イエーイ。どうでした？早かったな。早かった、めっちゃ。あっという間だね。練習とかでさ、みんなでこうやってお泊まり行くのはあるけど、うん、初めてやよ。初めて。最初。最後か。ねえ、やだ。そうだね。どうでした？なんかみんなと動物園行くっていう、なんかわちゃわちゃできるのとか楽しかったし、やっぱ夜みんなで語ったりとか。そうだね。会社がやっぱライブとかあるとさ、夜更かしできない。できない、できない。昨日だってさ、寝る直前まで喋って喋った。もうギリギリまで。いい寝落ちでした。もうかすみの卒業までこれが上がる頃にはもう1週間を切っているということで。そっか。もしかしたら YouTube の登場もね、これが最後だったかもしれない。うわー、そっか。ショータイムでもう一回とこうかな。あ、最後にやった。最後に今日言ってないし、ね、しかも。せーの、イッショータイム。どうですか？始まった。ラスト1ショータイム、嬉しい。よかった。ということで、今回も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。花粉症。